に。で、まあ腫れてます、目がこっちだけ。なんか寝てて、あと待ってね、あとはもうここにも刺されてるし、ここにも刺されてるし、ほらここのここにも刺されてるし、めっちゃ刺されてるんですよ。で、普通に昨日寝てたんですね。そしたら、そう、なんかめっちゃ耳元でなんか言ってるなと思って、もう電気をつけたんですよ。それで3匹いて殺したんです、こうやって でパンってして、パンってしたんですけど、それでもいたんですよ。それでもうこんな刺されちゃって、最悪って。そういう そういう話でした。本当に最悪なんだけど、やっぱさ、涼しくなってきたからさ、めっちゃいるんだよね、蚊が。で、おばあちゃん家にあったなんか蚊のなんかシューってやるやつをもう吹き振りまくって そう、もう最悪と思って。振りまくりまして、眠りについて1時間くらいで蚊の存在に気づいて、めっちゃ眠いんだけど電気つけて蚊を退治して、でもこんな刺されちゃいました。どういうこと？めっちゃいるじゃん。3匹さ、退治したのにまだいたってことでしょ。やばすぎ。どんだけいるの？ね、本当に私ね、蚊の音嫌いなんですよ。蚊の、みたいな。本当に蚊の音を聞くだけで鳥肌が止まらなくなる。ほら、思い出すとめっちゃ鳥肌立ってきた。見える？見えないよね。ちょっと鳥肌立ってきた。アリの行列とか見ると鳥肌止まらなくなります。ディズニー行ってきただって。いいな、私ディズニー行きたい。ディズニー行ったことないんですよね。こんばんは。ここさ、刺されてるからさ、この目頭もめっちゃ痒いの、ここの。最悪。めっちゃ腫れてる、こっちだけ。アナ雪のアトラクション乗れた。いいね。なんかさ、なんだっけ、アナ雪かわいいじゃん、絶対。ココちゃんの面白いエピソード、そうそう、昨日なんか結構エグちゃんと話してたんですよ。リハの合間、合間っていうか、ま、空き時間みたいな時に、その時に話してて、エグちゃんのその面白いエピソードがあって、なんかエグちゃんってニックネームがココちゃん、ココじゃないですか。ココっていうニックネームじゃないですか。でもなんかニックネームを変えたいらしくて、何に変えたいのって、なんかニックネームを変えたいみたいに言い出したから、何に変えたいのって聞いたら、ココタン ココタンに 変えたいらしいですよ
やばくない ココタンと思って、えっココタンに変えるの、ココタンって可愛くないみたいな。でも多分もう今更無理だよって言って、あそっかココタンに変えたいらしい。やだー、なんかさ、なんか自分でココタンって変えるのなんかちょっと面白すぎてさ、ココタンに変えたいらしいですよ。やだ。でもみんなもうさ、みんなさココちゃんとかさココで浸透っていうかみんな呼んでるからさ、もう今更無理だよって、そうやっぱそうだよねみたいな話になったんですけど、ココタンに変えたいらしいですよ今。やばくない？面白すぎる。ココタンはやばいって。それで昨日は多分疲れてたっていうのもあってめっちゃそれで笑いました。グリーンランド行ったことあります、もちろん。九州にはハーモニーランドがある。そうだよね、ハーモニーランド。やけど完全に治りました。ちょっと跡が見えるけどほぼわからない。ねえ、ココタン嫌なんだけど本当に、もうさ自分でさココタンに変えたいとかね、やだ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 。アナ雪はアトラクションに乗る前の待機列。かわいい。だってさディズニーとかさどこで写真撮ってもかわいいからさ、いいよね。ディズニー行きたい、行ったことないんですよね。今度なんかさ東京とかタイミングがあったら行きたいな。私ぐっちゃん呼びなんですよ。私はねここ系で呼んだことない、ぐっちゃんのこと。ぐっちかえぐっちゃん。めっちゃ目がかゆい。シーとランド、なんかさどっちも行ったことないからさあんまりいまいち違いがよく分かってない。どっちの方が楽しいんですか。ちなみに私はアトラクション大好き。グッチッチは、あ確かにザワちゃんグッチッチって言ってるかも。私大事な日のね前日ね、だいたい蚊に刺されるんですよ。お披露目の前日も蚊に刺された目の上で、なんかの前の日も蚊に刺された。ちょっと血色がなさすぎる。リップ塗ります。ちょっとさ寒い。これ蚊じゃない？違うか。ちょっと寒い。ちょっと寒いので、さすがに半袖は。いや、寒い。もう小さい頃からもうめっちゃ蚊に刺されるの私は。
蚊に刺される。しかも私さ、窓開いてるからさ、閉めればいいんだけどね。もういいや、座っちゃったから立てません。窓閉めないとさ、そりゃ寒いよね。虫の音聞こえるでしょ。窓閉めてって言っても出た。閉めに行くか。いやー、閉めてきました。なんかさ、何型が刺さりやすいみたいなのあるよね。 A 型？私 A 型なんですけど、刺さりやすいのかな。別にもうね、いつも刺されるのよ。今日合唱コンクールの練習があったんですよ。でなんか本番はなんかホールみたいなところで合唱コンクールがあるんですけど、そうで、なんかそのホールに実際に行ってのリハーサルだったんですよ今日は。それで学校から、まあ、近いんだけど、近いっていうか、まあ、30分ぐらい歩くんだけど結構歩くんだけど、まあ歩いて行ける近さではあるのよ。で、まあ、学校から普通に歩いて行って、そのホールみたいなところに歩いて行くんですけど、それで、まあ、普通に友達とこう列になって歩いて行ってるんですよ。それで違うクラス、私は背が高い方だから一番後ろらへんなんですよ。そう、列がね。でその私の後ろには2組がこうついてきてるんですよね。で1組2組3組4組で並んで行ってるんですけど、で 1組が先頭なんですけど、で先頭のまあ一番後ろら辺歩いてたんですよ。で次に後ろ2組で来てて、その2組の人たちとまあ一緒に喋りながらそのホールまで行ってたんですよ今日。したらもうずっと私の配信とCM となんかその子がなんか工場見学の YouTube も見てくれたらしくて、ずーっとその話をしてくるんですよ永遠に。もう恥ずかしくてそう、もう嫌になっちゃって、もうそうずっともうねその話しかしてなかった。息友達もなんかふとした時になんか鼻声みたいなんで、そうウィンウィンウィンの博多の赤ブリーをなんかね鼻声で歌ってんのよ。大型が一番刺さりやすい。
そうだからもう話すの禁止って言っても、もうずっと話してくんのそうずっと話してきて、なんか今日なんか心が合唱コンクール本番休んでねみたいな言われて、で私は赤ブロックなんですよ。でその黄色ブロックの人、黄色ブロックの団長に心本番休んでねみたいに言われて、えなんでって言ったら、なんかソプラノをもうちょっと声小さくしてほしいから、え休むわけないよ、なんか私のブロックはソプラノがね声が大きいらしくて、しかも私のブロックは一番減点が少ないんですよ、減点の数が他のブロックと比べて。方の香りを焼いた方が、え絶対に焼いた方が美味しいですあの湯がいたりレンジで温めるより絶対焼いた方が美味しいと思います。絶対に塩コショウで焼いた方が美味しいです。まあ湯がくのもパリってなるけど焼いた方が美味しいと思う。今日そう実際にその会場で歌ってきましたよ。なんかマスク、自分のそのクラスの時だけマスクを外して歌うんですけどそうマスクをね外して歌います。初めて合唱コンクールでマスクを外して歌う。去年と一昨年はまだコロナだったからね外せなかったのマスク。iPhone のフィルム買った。 iPhone のフィルムまだ買ってないいや怖いよね、割りそうめっちゃ。なんかやっと今年からなんかマスクを取ってもいいっていう行事で、学校ではねまだマスクつけてるんですよ。外してる人もいるんだけど、まあ一応もうしてる人の方がさ少ないじゃん今って。そうだからね、どうなんだろうね、まあ、私は普通に感染対策としてしてるので、そうそう今ね風邪とかなったらもうダメだから。コッペは友達多いイメージがありますだって私友達めっちゃ少ないですよまあ喋る人はいるっちゃいるけど、あのそんなめっちゃ思ってることを何でも言える人は本当に少ないです。3人しかいない、3人しかいません。なんか何でも言えるのはね、私そうめっちゃ人見知りだから、なんか友達がその仲いい友達が誰かと話しててその輪に入るのはいいけど、そう友達挟んでるから全然話せるんだけど二人きりはちょっと話せないです
まあたまに話すから楽しい子とかもいたりするからさ、まあ、めっちゃでもね面白い子多いんだよ私の学校って。私の学校ね、今日めっちゃ面白かった話があってね、今日その合唱コンクールでこうブロックで、その私赤ブロックなんですけど、ブロックで練習してたんですよね。それでちょっと時間が余ったからじゃんけん大会しようってなって、そのブロックのみんなで、で今じゃんけん大会してたんですよ。でブロック赤ブロックの団長が前に出て、その団長に勝って、まあ一番勝った人が前に出てちょっと意気込みを言いましょうみたいな。それで、ね、1年生にねめっちゃ面白い子がいるんですよ、一人で。その子がもうめっちゃ面白く、面白いっていうかなんかちょっと変わってめっちゃ面白くて、そうその子が、まあ、じゃんけんその勝ったんですよ。そうみんなおーみたいな、そうおーみたいな。でもうその子が勝ったのでみんな爆笑して、勝ったみたいな。そうめっちゃ面白いんですよその子、変な人で。それで意気込み言う時もなんか右足を一歩前に出して手を出して頑張りましょうみたいな、優勝を目指しましょうみたいな。めっちゃ面白かったそう、私はねそう何でも話せるの3人しかいないの。その3人は保育園もみんな違うし、クラスも一緒になったのは1年間だけ、4人が一緒になったのは、まあ、その1年間でも仲良くなったんだけど、そっからもうずっと別々だし、でもうめっちゃ昼休み行ったり来たりしてるからめっちゃ話してる。そほんでみんな行きたい高校も違いますもうバラバラです。行きたい高校もみんな違うからさ、本当に合わない。何もまあ普通に仲良くて話すのは他にもいるんだけどね、そのまあ今日はホールに行くとき話した子も仲いいし、でなんかその2年生の時に仲良くなった子がいて、その子とまあ今日一緒にホールまで歩いて行ったんですけど、でその子がこう式をするんですよ、前に出て式を3年生全体で歌う時の式をするんですけど、それでずっとね下を向いて式をしてんの、こうやって。だからちゃんとみんなを見渡して指揮をしてって私が言ったらちょっと意識しててそうで、私ねずっとまあ指揮の人をまあずっと見るじゃないですか、そう私が言うことじゃないんですけど、まあ、指揮の人を見るじゃないですか普通ずっとね。それで それでこの間なんかその2人で一緒に帰る時があって、その時に私ずっと式見てるんだけど目合わせてくれないって言ったら、その日からあの練習するたびに目合わせてニヤってしてくる。私は言えないんですけど、でもまあそっからちょっと学んでちゃんともうあの合唱コンクールでは絶対式見てるので、学んだのでちゃんと式を見るって。いやでもあれは仕方ない、だって前にファンの方いたからファンの方見てたのよそうもうあれはちょっとねちょっと仕方ない。あの後にちょっと練り歩きとかあったから、ちょっとどこら辺歩けばいいのかなと考えながら歌ってた大変なことになりました。そう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 、アイドルとしては正解なんですけども、
合唱としては間違ってました。MC のネタとしても正解。まあそうですね、ちょっとあれを機にね、私はちゃんと直していってるので。今日はふかしてんじゃねえよ、2回目。あ、今日2回目の放送、お楽しみに。多分私と藤子のペアのやつかな。なめくじって何？なめくじって何？なめくじって何？なめくじ。そういうこと？でかいなめこじ。え、なんでみんな知ってるの？え、私なんか話したっけ、なめこじの話。え？なんでみんな知ってるの、なめこじ。え、どういうこと？めっちゃ笑ってるんだけど、意味分からん。なんかメールとかで話したっけ？どういうこと？ママが言った？いつ言った？どういうこと？怖いんだけど、なんか言ったっけ、なめくじの話。どういうこと？え、もうコメントしてる？コメント書いてた？嘘。どういうこと？意味わかんないって。どういうこと？なんでナメクジ？なんかで話したんだよね、多分。いや、私話したっけ？どういうこと？どういうこと？マジ。わからん、わからん。ん？ママが書いてた？さっきナメクジの話してほしくてコメントしたの？え？あ、そういうこと？わかんないけどナメクジで話します。なんかこれなんか多分どっかで言ってるんだと思うんだけど、みんな知ってるから。どういうこと？え？
なんか言ってない？言ってないよね。でもなんで知ってるんだろう。ちょっとわからん。もうなめくじなめくじ言いたくないから話しますね。なんか、まあ、私が普通に朝ごはん食べてたんですよ。そしたらなんかママが家の前にこうでっかいなめくじいるよみたいなんで、私は一人で見に行くのがちょっと怖かったからママと一緒に玄関の前見に行ったんですよ。そしたら本当にでっかいなめくじがいて、こんな太いの、こんな太くてこんぐらいあるなめくじがいたんですよ。それだけいて、なんかこうやって角を生やしてたんですよ。なんかそうだから本当になめくじで、ねえどういうこと、意味が分からん、マジでどういうこと。分かりません、私には。それで家の前にいて、別にそっから何も話してないんですけど、いたっていうだけ。話したことないよね別に。そうそう、でママが写真撮ってたんですよ。そのナメクジを写真撮ってて、それをこう Google で画像検索したら、本当に山ナメクジみたいな、調べてみてください皆さん、山ナメクジでした私はそう、家がさ、そう、田舎の方だからさ、変な生き物いっぱいいるのよ。みんなが住んでるところよりは多分田舎だからなんか変な動物いっぱいいるんです。なめくじを塩かけたら消える。そうなの？塩でもその何時間か後に見たらいなかったですよ。何時間後？ 2,3 時間後にで見たらいなかったか、多分どっかに行ってるんだと。で今日はそのめっちゃ近所の友達の家の前に蛇がいたらしい蛇がいたらしい。その友達のお父さんが動画撮って友達に送ってたらしい。で見せてもらいました。本当に蛇いた。蛇でした。なんか涼しくなってきたからさ、変な動物がいっぱい出だしてる。別にそこから何もつなげられる話がないけど、ただナメクジがいたっていうだけで、なんかよくわからないことになった。でも多分これ言ってないんだよね、どこにも。なんか言ったのかな、知らない。ナメクジはヘビに勝つって言われても、そうなの？私テントウムシめっちゃ嫌い。一回なんか小学校の 1,2 年くらいにはなんか黄色い帽子かぶらないといけないんですよ。学校の通学で黄色い帽子はかぶらないといけなくて、その中にいつも帰りにテントウムシ入れてこうやって遊んでたの。それもでもなんかテントウムシってなんか黄色いの出るじゃないですか。そう、それででも帽子が黄色だから分からなくて、その黄色いのがで匂ったらもうめっちゃ臭い。蛇の話といえば、いそうそうそう、なんか溝のねブロックがこう、なんていうのそれ、
なんて言うんだろう、溝から、溝のこういう隙間があって、そこから顔を出してたの、こうヘビが。で、そうで、近所の子がその溝の中にこうヘビの頭がなくなったタイミングじゃない、そのヘビの顔出してた穴のちょっと奥の穴にこう携帯を突っ込んだのね、こうやって動画を撮りながら。でそれを見たら、こうヘビがこう渦巻いてこうやって頭だけ出してたの。怖くない？めっちゃ太いこんなヘビだった、渦巻いててめっちゃ怖かったです何回通学の時にヘビ見たかって話なんですもうでも最近見てないヘビ、なんかね、合いそうな、なんかめっちゃヘビがいる道があるんですよ、一本ちょっと薄暗い、その道にめっちゃヘビがいるんだけど、毎年夏。でもそこを通らなくなったから、小学校はそこが通学路だったのね。でも中学校とかになって、まあ小学校高学年だけど、もうそこを通らなくなったから、ヘビにあんま出ないで、出会わないで住んでます。そこはね、怖い犬もいるんだよ。もうね、いつも柵にこうやってアタックしてくる、ウォンウォンって。今はいないらしいけど、いましたね。めっちゃ怖い、朝目が覚めるような鳴き声で来る犬もいました。私は、そう、もう家の前に蛇とか出たら、もうすぐおばあちゃん家に行って、蛇おったって言って、もうほぼ虫と一緒に暮らしてると言っても過言じゃないので、慣れてます。虫には多分誰よりも慣れてる。だって私にちぎったらびっくりするもん、みんな虫いすぎて雲とかめっちゃいるから。スタンドプードルはね、どうなりました？でもいつかは買う予定ですよ。私の、あの友達のおじいちゃんは、まあ、虫をこういう壺に入れてまだ取ってあるみたいやだ。イノシシとかサルとか見たことないでしょ。イノシシは多分見たことありますよ。サルは目撃情報はよく校内で流れたりとかはするよ。なんか猿が近くで目撃されたので気をつけてくださいみたいなそうありますよ。待って、庭に猿来たことありますよ。その時いたかも、朝。いや待って、わかんない。私も鹿はめっちゃ見る。それくらい、あのすごい自然いっぱいなところに住んでいるので、多分朝ごはん食べてたら、私もそれだ、見たことありますね。そういう話でした。
猿怖いね。猿はね、目合わせちゃダメだよ。知らないふりしとく。でもさ、無理じゃない？猿が目の前で来たら死なないふりとかできないんだけど。目合わせちゃうでしょ。ブースティのね、ファン祭りもね、もうしあさってハイタッチもありますので、ハイタッチもね、もう洋服もね、そう、かわいいのゲットしたので、ぜひ皆さんお待ちしてます。はい。せとりもね、すごいですよ。もう盛りだくさんな感じになっておりますから、ぜひ来てくださいませ。まだ受付中なのかな、どうなの、受付中、まだまだね。お待ちしてます。本当にあのイベントマジですごい瀬取りですので楽しいと思います。私たちも本当に結構今までで結構上位くらいリハが大変でした。うん、いっぱい覚えていっぱい頑張ったので、ぜひお待ちしています。オンライン握手会もハイタッチ会も受付中なのでお待ちしています。なんかどっちもね、残りわずかが出てるみたいなので、ぜひ皆さん、ぜひ残りわずかのところに来てくださったら嬉しいです。よし、せっかくね、残りわずかがそう出ていただけたので、それを完売にしないともったいないので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは終わります。ランキング読みます。13位ホタテさん、ありがとうございます。12位博多ぬるぬるさん、ありがとうございます。11位かおりっぺさん、ありがとうございます。10位ムハンマドさん、ありがとうございます。9位ジージリンモンさん、ありがとうございます。8位ナコビヌさん、ありがとうございます。7位チカクさん、ありがとうございます。6位カードの人さん、ありがとうございます。5位ボウチさん、ありがとうございます。10位ノリッペさん、ありがとうございます。3位タオン魚さん、ありがとうございます。2位ヘタピさん、ありがとうございます。1位ヤスさんでした、ありがとうございました。それではまたね。明日は朝配信します。おやすみなさい。バイバイ。おやすみなさい。